おはようございまっちょ、フォルテです。シャキーン、本日はとっても大切なお知らせです。僕、秋から冬にかけてコンサートツアーします。今現在フォルテピアノパフォーマンス2022、ありがたいことに、全国各地完売している公演も増えてまいりました。フォルテデュオピアノパフォーマンスで夏回っております。全国各地、たくさんの方にチェックしていただいております。ありがとうございます。フォルテピアノパフォーマンス2022では僕がソロで本当に名曲をたくさん弾かせていただいております。みんな大好き熱情も弾いております。そしてラーカンパネラとめちゃくちゃ名曲を詰めたコンサートとなっております。それを秋から冬にかけて全国各地でやることが決定しました。日程を発表します。9月10日静岡、9月24千葉、10月2日愛媛、10月23兵庫、11月5大阪、11月12福岡、11月23愛知、11月27東京、12月11岡山。というわけで全国各地で、この大好評の、プログラムで回ることが決定しました。秋から冬にかけてのコンサートツアーなのですが、まあ皆様夏頃からスケジュールを調整すると思いますので、今現在発表させていただきました。そして今現在も2台ピアノの公演、埼玉と大阪と愛知、そして岡山、現在発売中ですので、ぜひともそちらチェックしてもらえるとありがとうございますと言わせていただきます。ぜひともそちらチェックしてください。チャイコフスキーピアノ協奏曲第1番ですので、めちゃくちゃ有名な曲です。そして今フォルテピアノパフォーマンス2022の夏までのソロ公演は全てもう、現在今から回る場所はもう完売しておりますので、ぜひとも秋から冬にかけて皆様また会えますと幸いでございます。初めて来る方も絶対楽しめますし、夏来られた方でも秋から冬どういう風に演奏が変わってるのかっていうのでね、まあそうやって比べてみるのも楽しいかと思いますので、ぜひとも皆様チェックよろしくお願いいたします。チケット販売は5月28日から販売です。しかし静岡と兵庫のみ5月30日から販売となります。一つ言うのを忘れたんですけども、フォルテピアノパフォーマンス2022の11月の東京公演のみプログラムが少し違います。東京公演ではね、何度も、このプログラムでやらせていただいておりますので、少しアレンジをした特別プログラムで今回することが決定しました。ベートーベンの熱情だけでなく、そちらの公演ではベートーベンの月光も弾きますし、名曲も弾きますので、誰でも楽しめるかと思います。もちろん全部の公演が誰でも楽しめますので、ぜひとも会場でお会いしましょう。皆様今後とも応援よろしくお願いいたします。最高の状態で僕が回っていきまっちょ。というわけでバイバイ。